え、時間切れ？え、動いてる？あ、動いた。やっほー。よかった、動いた。なんでだろう。え、なんで止まったんだろう。まあいいや、よかった、戻って。ありがとう。充電はしてないです。充電はさっき始まる前に結構下溜めたので大丈夫なはず。 Wi-Fi 切りました。1回 Wi-Fi 切ったらいけたかな。え、そんな前からと切れてたの？メイクの話？え、そんな前から止まってた？結構止まって、嘘。そんなに？あ、福岡公園ではメイクどころか前髪も直してないよっていう話だったんですけど。やっぱこれ、この肩こりのやつ、痛いというか痒い、スースーしすぎて痒い。カラコンも X に紹介してるので見てください。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。22歳です。22歳に見えるかな。22歳に見える？22歳ってもうなんかアイドルからしたら結構大人だけど、普通に一般的に見たらまだ22歳ってなりますよね。でも自分的にはもう22歳って感じです。まあ早い。でもまだまだ20代。もう20代前半のうちにやりたいことがいっぱいあるので、もう本当に全部できるかわかんないんですけど、もう本当にやりたいことがいっぱいありすぎて。野村美桜さん推しの方、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。野村美桜さんが大好きです 本当に推しメン。もうインスタとか可愛すぎて投稿流れてきたらめっちゃ見ちゃう。本当に可愛いし、なんかこの前名古屋公演見に来てくださったんですけど、 SK48 さんが何人かで、野村美桜さんも来てくださって、でその時に会うの2回目だったんですけど、改めてあのスタイル、なんかもうスタイルいいとかの次元じゃなくて、もうビビるくらいのスタイルで、本当に何回見てもびっくりする。びっくりした。初めて会った時も後ろからと初めて見たんですけど、あの想像以上のスタイルの良さに本当に衝撃を受けました。 SNS で見てた時も、あ、スタイルめっちゃいいって思ってたんですけど、直接会ったらもう本当に衝撃でした。衝撃、本当に大好き。またお会いしたいな。あんまり会う機会がなくて、他のグループの方と。ね。もっといっぱい共演とか、なんか同じステージとか立ったりしたいなーって思ってます。あ、そう、HK って博、H 福岡公演の時も、福岡公演のツアーの時も、
この仲良しの HKT48 の坂本里奈ちゃんも見に来てくれてて、久しぶりに会えました。里奈ちゃんめっちゃ髪明るくなってて可愛かった。インスタで見てた時もめっちゃ髪色明るくなっててめっちゃ可愛いって思ってたけど、あの色なんか金髪になってた。里奈ちゃんめっちゃ似合ってる。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。また明日も配信しますね。また明日の夜も配信します。明日夜まであのレッスンあって遅くなってしまうかもしれないんです、もう遅くなってしまうんですけど、また明日もやります。明日何時頃にしよう。でもあのレッスンが10時くらいかな、10時くらいなのでそれ以降になってしまうんですけど、10時以降10何時だろうくらい、また明日お知らせします。みんな遅い方がいいのかな、ショールーム。なんかお昼とかだと見れない人の方が遅。この配信は何時までやろう、何時がいいですか。もうでもそろそろかな、みんなもう本当に遅いし、寝てください。出張公演楽しみ。お、出張公演来てくれるんですか、千代田さん。楽しみ、出張公演。寝るね、おやすみ大好き、ありがとう。七重ちゃんありがとうね、見てくれて遅いのに。出張公演の初日は私は千葉かな、千葉公演9月6日の千葉公演です。どんな感じなんだろう、今日初日してましたよね。楽しみ。初めて行く地方も多くてというかほとんどで、一番はどこか決められないんですけど、秋田も行くじゃないですか。もう秋田、私あ白米が大好きで、お米が大好きなので秋田が楽しみです。秋田ですよね、お米美味しいの。お米を食べに行く気持ちで白米。でもどうしよう、食べれなかったら、白米食べれなかったらどうしよう。秋田行って白米食べれなかったら落ち込む。きりたんぽ食べたい、食べたことないから食べたい。じゃあ秋田で美味しい白米食べられますように。白米食べたい、白米。じゃあ祈って。お米食べたい、美味しいやつ。もう白米だけで一杯食べれるくらい白米大好き。あ、今日の夜ご飯ネギし食べました、ゆきたんと。え、もうふりかけとかいらない、本当に白米単体で食べれる。ネギシってまず最初にあの大きいチョレギサラダ食べました。大きいチョレギサラダ食べて牛タン食べて、いつもネギシはあの周りのとろろとかなんかあの野菜が好きじゃないので、いつもネギシは単品で頼んで白米も頼みます。白米じゃないか、麦飯。
べます。でやっぱこれかゆい、この肩こりのシールでもこれでも確かに気持ち程度かもしれないけど肩こりちょっと良くなった気もする。我慢する、頑張る、かゆいけど頑張る。これで肩こり治るなら。こんな、なんだろう、あのお、なんか有名なやつ初めて聞いたけど多分有名っぽいやつ、かゆ、これもエレキ版じゃない、お、お、鬼感じのやつ。おなんとかってやつ。おお、うん、そう、丸いやつ、お灸じゃない、お灸もあるんだけど、かゆ、なんかお、なんかおじさんの絵が描いてあるやつ。いや、お灸じゃないんですよね。おじさんの絵が描いてある O の感じのやつ。もう何でもいいや。それをつけてるんですけど、痒くなってきた。ロイヒ、ロイヒってやつか、ロイヒかな、ロイヒの O なんとかやったやつかなっていうことにしときましょう。どうしよう。じゃあ50、あ、そうだね、これってさ、あのタワー送ってくれた、タワー送ってくれた人ってまとめてわかるんですかね。これと今日はタワーをくれた全員の名前書こうかなって思ったんですけど、ちょっといっぱい言いすぎて、あとこれな、まとめてね、そうだよね、遡って書かないとあれだよね、見ないと。そっか、スペシャルギフト、あ、ん、スペシャルギフトってどれだろう。もうショールームの使い方わからない。ギフトランキングは分かるよね、後で。ギフト全部、うん、スペシャルギフト、うん、難しい。そっか、じゃあスクショして、これライブランキングですよね、この配信のやつは。ライブランキングのやつをスクショして、何位までだったらタワー、タワー投げてくれた人は何位にまでにいるんだろう。で何位かまで名前書きます。それをどこに載せようかな。珍しくタワー投げてみました。ロンリーボーイさん、ありがとうございます。珍しい、珍しいんですね。ありがとうございます。1時までには終わりにします。29位までタワーの人、誕生日だから初タワー知ってみたよ。
ありがとう、とうこちゃん。ありがとう、スタワ。じゃあ、この配信は、今は13位まで、いつもと一緒で13位まで書きます。走らないと、走らないと、そう、20日20日かな、20日また3回目の走らないとに出させていただきます。楽しみ。タワーはできなかったけどギフト投げてました。ね、嬉しいよ、ありがとうございます。全然タワーじゃなくてもギフト投げてくれてありがとうございます。あ、来週か、来週来週だったかもしれない。握手会楽しみにしてます。握手会楽しみ、来てくれるんですか。3回目ですよ、知らないと3回目。次のシングルまた話し会行きます、待ってます。また来てね、いつでも来てください。本当に字が汚いんですけど、ちょっと許してください。次握手会いつだっけ、次オンライン、オンラインじゃないよね、あれだよね、なんか幕張のやつがありますよね、1日だけのやつと。1位が、あ、1位から書きますね。1位大成さん、2位が東京の、んスワン、3位がトシさん、トシさん、4位がゆずき、オンラインか、今月。じゃあオンライン待ってます。同い年メンバーいないの、うーん、どうだろう、でもそんなん、あんま思ったことないかな。でも確かに同い年のメンバーがいたら仲良くなれるのかなって思ったりもしたこともありますね。5位スタニーさん、6位みつき、7位ターさん。もう後輩でも、あの同い年が入れる、あのオーディションの条件的にも入れる年の人がいたじゃないですか、19期まで。19期は1個下が上なのかな、でも18期は同い年でもいてもおかしくないかったんですけど、いなかったですね。いたらいいなとは思ってました。いたらもう仲良くなれてたんじゃないかなって、まあ、同い年じゃなくてももう18期のメンバーとは結構仲いいんですけど、ね、いたらどうなってたんだろう。8位ティムさん、9位シオラリちゃん、10位タカシンさん、ね、いとももがギリギリで1個下だったんで、コシちゃんも1個下、あ、18期までが同い年だったんだ。
じゃあ19期はもうどっちにしろ糸ももがあれなのか、一番上でギリギリ。11位さおさん、12位ミッシーさん、13位シューエモンさん、書けました、書けた。そう、ミュウも一個下だから今 AKB の中で唯一の02です。22歳。ハート描いちゃおうっと。ありがとうみんな、本当に遅い時間なのに、遅いし、しかもタワーとかギフトまで投げてくれて、コメントもしてくれてありがとうございます。あの3とかつけてないし、アットマークの後もちょっと書けなかったんですけど、すごいちっちゃいけど。1位大勢さんありがとうございます。2位東京のスワンさんありがとうございます。3位としさんありがとうございます。4位ゆずきありがとうございます。5位スタニーさんありがとうございます。6位みつきありがとう。7位ターさんありがとうございます。8位ティムさんありがとうございます。9位しおらりちゃんありがとう。10位たかしんさんありがとうございます。10位10位って言ったよね。11位いさおさんありがとうございます。12位にしーさんありがとう。13位しゅえもさんありがとう、ありがとうございます。13位までだったんですけど、13位以降もたくさんタワーとかギフトとか送って、コメントも送ってくださって本当にありがとうございます。遅い時間なのに、絶対に眠いのにありがとう、見てくれて。また明日もやるのでぜひ来てください、ありがとう。ハート書いちゃった、みんなにありがとう。22歳もよろしくお願いします。あれなんて言おうとしたか忘れたんで、忘れちゃった。ですけどたくさんありがとうございました。明日も配信します、ぜひ来てください。バイバーイ。時間はまた後でお知らせします。ありがとうみんな、いっぱい寝てね。ありがとう、大好き。おやすみなさーい、おやすみ、バイバーイ。